今日は森でキッチンお料理セットだよ。こんなに大きな箱に入ったこんなセットだよ。じゃあ開けていってみるよ。よいしょ。よし。すごいアンパンマンのこのプレートが出てきたね。アンパンマンがクッキング帽をかぶって手にはナイフとフォークだね。フォークを持ってお料理しているのかな。そしてこれがキッチン台だね。こっちにコンロがあって、こっちはバーベキューとかできるのかな。鉄板になっているよ。このお料理台にアンパンマンをセットしていこう。よし、これでハマったかな。そしてこっちの方にいろんなこんなお料理できるフライパンとか材料とかいろいろあるから、これも開けていってみるよ。よいしょ。こんな感じ。まずはフライパンに目玉焼き、そしてフライ返しだね。森っぽいよね、この絵のところが。そしてぶどうに、これはステーキだね。コーンがあって、アンパンマンのパーン。さらにピザがあるし、これはソルトくんだね。ソルトくん。そしてなんかドキンちゃんのリンゴジュースもあったよ。あとはお魚さん、お魚さんもお料理しよう。そしてスイカもあったよ。で、こんなプレートもついていて、ここにお料理を盛り付けるのかな。で、このフライドポテトもあるんだよ。それじゃあまずはお肉を焼いていこうかな。このチキンも一緒に。それからこっちではフライパンで目玉焼き作ろうね。よいしょ。美味しそうに焼けているかな。よし、これはこっちに。そしてお肉だね。お肉はひっくり返しておこうかな。よし。あとはこのオムライスも炒めて作っていこうね。オムレツかな？オムレツだね。こっちに揚げておこう。そしてこのアンパンマンのパン、アンパンマンのパンも温めて揚げようね。ちょうど入ったよこれ。よし、アンパンマンこんがりと焼けるかな。アンパンマンも美味しそうに焼けたよ。こっちのお肉は美味しそうに焼けたかな。よし、火を止めようね。よいしょ。どうかな、ちょっと見てみてね。焼き目がついてとっても美味しそうだよ。じゃあ最後にこのピザを焼いていこうかな。よし、また火をつけて。美味しそうにできるかな。よいしょ。よし、こんな感じかな。じゃあこれをここにあげようね。それじゃあ盛り付けしていくよ。まずはリンゴジュース、ジュース飲もうね。そしてこのスイカとブドウ、美味しそうだね。そしてこれオムレツを切って揚げていくよ。よし。そして目玉焼きも、それからこのピザも揚げよう。よし、もう一つぐらい揚がるかな。じゃあアンパンマンのこの顔、アンパンマンのパンも間にこの卵を挟んで、そして
こんな感じで食べると美味しそうだね。よし、こんな感じにしておこう。それからお肉、お肉も切っていくよ。よし。そしてこの美味しそうなチキンもここに揚げて、よし、これで完成。みんな一緒にいただきまーす。アンパンマンの森でお料理キッチンセット、楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。